どうも、谷沢雑誌です。お願いします。コント、M ステ。俺が M ステ呼ばれたのか。え、なんで呼ばれたんだろうな。まあいいや、ちょっと思いっきりやろう。ダニルソン・ムサシ、よーし、デデデ、あれあれ待って、えこれ M ステだよな。あれえ、待って、え、本当に M ステこれ。ええ、待って、えあ、タモリさんいるか。あ、じゃあ M ステか。え、待って、ええこれ本当に M ステか。え階段がない。階段がないじゃん。俺どう降りるかずっと昨日から考えてたのに。なんで階段ないの。階段ない M ステは M ステじゃないよ。お、マジかよ。どうしよう。流れてるデデ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 階段なかったよ。階段ない M ステ、ただの音楽番組。何これ、変なドッキリ。若手にするドッキリじゃない。何これ、いや俺も知らない。誰知ってる、誰も知らない。あれタモリさん、いやタモリさんじゃない。あれ誰、あれエグザイル、エグザイル、待って、エグザイルか。え、タモリさん、え、待って、え、あれやっぱタモリさん、え、あれタモリさん5、6人いる。え、待って、え、本当にエグザイルか。え、待って、え、でも、え、タモリさん、え、エグザイル、え、エグザイルとしたら、だったら、え、別に M ステでも成り立ってね。M ステじゃねえじゃん。え、待って、え、じゃあ隣に座ってる女性誰、あれ弘中アナ、弘中アナ、いや、うわうわ、俺だから引っかかんねえと思ったのか。うわ、ちょっと前の M ステのアナウンサーじゃん。うわギリギリのところ攻めてきてる。俺だからバレないと思ったのか。うわ、くっそバレるわ、俺でもバレるわ、さすがに。うわちょ、早くしろみたいな空気で。でどうすりゃいいんだよ、階段ないんだよ。俺昨日からなんかグレイとかの階段の降り方をめっちゃ見て勉強してたの。なんかこう髪かき上げて降りてく姿とかもうすごい勉強したのよ。それないじゃん。うわ、どうしよう。ドゥルルルドゥルルルル、なんとなくタモリさんに近寄る。ドゥルルルドゥルルルル、あー、これできんだね。はい、そもそもダニルソン武蔵が M ステに呼ばれることなんてありません。どうもありがとうございました。